ギャラクシー君、ちょっとね、生傷がすごくて、まあね、なんかすごく体調が悪いとかってそういうのはないんですけど、ちょっと見てもらいたいのが、この背びれについてる丸いやつ、これです。これわかります？なんか吸血、これ吸血吸ってんですかね。急にね、観察 してたら出始めて、でも頭のこの辺の多分傷とかは多分ヒーターとかにぶつけたと思うんですけど、これです。これ何なんですかね、このこれこれ。いやね、急に出始めてもう1週間くらい取れないですよ。寄生虫かなんかなのかな。まあとりあえず今のところは特にね、痩せ細るとかそういう病気的な症状はないので、まあ、放置してるんですけど、いやでもね、可愛いやつでね、すごくね、好奇心がすごいんですよ。指とかね、こういう感じでもうやってると、指。うん。すごいっすよ。あ、全然寄ってこねえ。どうしよう。興味ないですね。僕の指にはもう興味ない感じですね。まあ、とりあえずね、すごくペットフィッシュとしてね、好奇心がすごい魚なんで、もうね、可愛いんですよね。だからまた買ったことない人がいたら飼育してみてはどうでしょうか。ではまた。